11月30日のニューヨーク株式市場でダウ平均は大幅に3日続伸520ドル高で取引を終え終わり値としてはおよそ1年11か月ぶりの高値となりましたダウの終わり値は前日より520ドル高い3万5950ドルでした アメリカの経済指標がインフレの鈍化を示したことで、アメリカの FRB ・連邦準備制度理事会の利上げの局面が終了したとの見方や、利下げへの期待から買いが広がりました。